いいよ。なんか、お風呂上がりじゃないんやけどさ、何ですか？ヘアオイル？ヘアオイルをめっちゃつけたよね。そしたらこう こうなりました。一日中これです。お風呂入ってないです、まだ。ありがとう。見ているハートありがとう。風呂上がりじゃない、なんか オイルのつけすぎなだけ、ただの。確かに。でもほら、乾いてるんですよ。ツインはツインしよう、ツインしよう、ツインテールありがとう。ツインテールはさ、耳より上じゃないといけないらしいから。ちょっと待って。そう、なんかね、耳横はダメなのかな？耳上？ちょっと待って。低めは、まあ、お下げ。うわ、どうしよう。この辺。ギリギリを攻める。絶妙なライン。あ、ありがとう。できました。ツインテールです。でもよくツインテールするもんね。いい、ありがとう。似合う？よかった。ツインテール。最強ツインテール。わ、あればよかったのに、カラオケに。僕の好きな最強ツインテール。似合いすぎてキュンしする。なんで二つに結んだの？男たちは首だけ。ありがとう、ギフト。若返った？ええ 若返った？若返っただと？ 幼くなった。
制服着たら学生いける。うそー。ほんまかいなー。学生？もう卒業してだいぶ経ちましたよ。6年間ぐらい経ちました。見ている。ありがとう。自力はいけるね。ほんまかいなぁ。髪切ったか？前に切ったんだけどね。短くなった？うん。舞ちゃんはやっぱ揺れてる姿が最高やな。本当に？静止画はダメですか？どうですか？わかる。え？わかるな。縦揺れ。うん。TVer の見たよ。あ、みんな見て。最強の時間割っていう TVer のそう番組に出演させていただいてるので、ぜひ見てください。ありがとう。もうね、マジでね、本当にああいうなんか一人とかめちゃめちゃ緊張する。もうガッチガチだったもん。見た？嬉しい。ね、すごい、あのね、めっちゃ面白かったです。もうなんか、自分が全然知らない世界だったから。うん。アフリカ？え、そう、なんか、フォトグラファーの方なんですけど、アフリカ？そう、なんかアフリカでいろいろと写真をそう撮ったりしてて、え、すごいすごいよね。なんかマジですごいよ本当に。なんか現地の方と仲良くなるために、もう現地の方と同じ格好をしたりして、そう、そう、吉田なぎさんって方です。そうよ、人柄素敵だったね。おー、え、すごいよね。いや、私はなんかすごい、私にはできないと思いました。まなったんさん、え、めっちゃ緊張してて本当に。収録始まる前に話しかけてくださってめちゃくちゃ優しかったです。本当に嬉しかったですね。嬉しかった、わーって、嬉しい。ズッキュンズッキュン、本当にマジで嬉しかったです。
うん、人見知りしすぎてさ、撮影の雰囲気知りたい。え？どんなんか？え、でもね、結構なんかあったかい感じの、なんか私的には結構こう硬い感じかなって思ったんですけど、お勉強だからなんですけど、あったかい感じ。なんかさ、カメラの人たちがいてさ、その奥にさマネージャーさんとかがいらっしゃるんですよ。なんかもう全部に緊張した。なんか時間どんぐらい収録したか、結構長かったんですよね。多分一本ロングで90分ぐらい撮影したのかな。あ、沖ちゃんの、そう、沖ちゃんの服着てんだ。沖ちゃんの服はね、コメントのタイミングとかもそうだね。そうだよ。なんかさ、私さ、普通の奇数の人数で会話してても、なんか間に入れなかったりするんですよ。なんか、なんですか、二人とかじゃなくて、その二人以上、三人とか四人とかで会話ができないんですよ。その二人だったら自分にこう言われてるなって思うから返答できるけど、そうじゃなかったら、なんか自分が発言することできなくって、全然。だからタイミングとか会話の間がめっちゃむずくて、もう普段から難しいの。だからもうなんてこったですよ。なんか本当に苦手なんだよね。ありがとう。 MC でき、そうなんですよ。だから MC マジで難しい。あと頭の回転がめちゃくちゃ遅いんですよ。なんで瞬時になんか返すのって結構難しくって、 MC とかは特になんて言ったらいいか分かんなくなるときよくあります。どうしようどうしよう。このルームでもみんながねコメントしてくれるからね。思ったことそのまま？でもなんか、めっちゃくちゃ、発言には、もう、気をつけないといけませんからね。そうですよ。だから、いつもね、考えてますよ。なんか、なんですかね、やっぱり、その、いろんな人が聞いて、その発言をどう思うかっていうのを考えてたら、まあ、キリがないんですけどね。でも、ね、まあ、難しいですよ。生放送じゃなければ大丈夫。だからさ、前にアイドルズで、なんかあったんですよ、あの、生のラジオが。深夜の。もうみんな深夜だから頭もちょっとあんま回ってなくって。で、なんか何言ってるかわかんなくなるし、めっちゃ怖かったですね。かわいい。ありがとう。でも私ね、別になんかこれはなんかこういう時だけとかじゃなくって、マジでプライベートもこれなんですよ。プライベートも多分返答がめちゃくちゃ遅い人間で、多分いろんな人ちょっと困らせてます。
思いもよらぬところ切り取られてしまう方もあったり切り取らないでお願い。お話し会で肝心、もうお話し会はめっちゃもう頑張って早くしたいっていうのは思ってます。すごい時間がやっぱり限られてますので、 LINE の返信遅いか、これはなんて返せばいいかわからんくなった時は遅いかも。そうだね、業務連絡は全然早いんですけど、なんかこれについてなんて返せばいいんやろうなって時はちょっと既読はつけるけど一旦考えるけちょっと遅くなる時ある。でも読んでますよっていう既読はつける。ありがとうございます。既読無視じゃないんですけど、既読ちょっと待って。これは既読無視じゃない、既読ちょっと待ってです。で、返すの忘れることある。いや、それはね、確かにね、気をつけないといけないところですよね。でもさ、私的にはね、未読よりかはいいのかなって思うんですよ。その、だってさ、携帯をさ、そんなにまあもうずっと寝てたらしょうがないけどさ、まあ、起きてるだろうなって時にさ、ずっと帰ってこなかったら、ああ、未読してるんかなって思うからさ、一応既読はつけるようにしてるんですよ、私。見たっていう。見てます。見ます。いや、返せるなよだったらすぐ返す。お仕事かなと。でもなんか一日帰ってこなかったりしたら結構へこむじゃん。だって一日中携帯見ないことあるのみたいな。だから、そういうの気にしい。めちゃくちゃ気にしい。ありがとう。重たい。いやね、これはね、人にやりますよね。でも私、ぶっちゃけ、なんか、どうだろう。いや、返事返ってこなかったら気にするのかな。人によるかな。おきちゃんとかだったらあんま気にしないかも。あ、寝てるのかなとか。まあ、あと LINE 開けてないんかなとか、思うぐらいかな。人と内容によるかも。この内容がずっと返ってこないって、なんか、なんかな、みたいな。生きづらい世の中だね。
めっちゃ感じるの、もう本当に疲れるの、なんか本当にいろんなこと考えすぎたらもう疲れて気が、気持ち疲れするの、なんか体じゃなくって心が、はあ、疲れたみたいな。ありがとう。そう。返信見てるか？え、見てるよ。見てるけどね、んーってなるのはそんなないかな。なんか、んーってなっても、まあ、あーまあ、気にしないは嘘だけど、その人がどういうつもりで言ったんかなとかは考えるかな。それぐらいですかね。でもみんなね、優しいんですよね。本当にみんなってば素敵。本当に心優しい人いっぱいいるから。ありがとうございます。すべてを運で表現する女、え、私。でもさ、なんかあいつちだけの世界になんないかな。みたいな、なんかもう感情だけでいきたい。言葉はなんか難しい言葉使わずに、もう運だけの世界。とか。でも結構いけると思うんだ。あ、嬉しいんだなとか、あ、今嫌なんだなとか。ジェスチャーの世の中いいな。大変？お話し会でジェスチャーのみしてみようかな。やめてください。本当にやめてください。私はなんて書いてもいいんですか？ほうほう。ダメです、ダメです。私さ、日常生活さ、使う言葉本当に何個かしかないんだ。なんか、うん、と、やだ、と、ありがとう、と、くらい。くらいしかないんだよね。全然喋んないからさ。こんぐらいしか使わない。言葉。あ、お腹すいた？お腹すいたは使うかも。
でもさ、本当に限られてない言葉って使う言葉な、ね。もうさ、会社とかでさ、なんかこう、なんかパワーポイントとか使ってさ、これはこうでこう、こういうのがありますとかってさ言う仕事とかさしてる人とかはさ、多分すごい難しいだろうね。プレゼン、うん、マジでプレゼンとかする人本当にすごいと思うもん。今のチャンス、確かにミュージックビデオプレゼンしたんだよね。なんかね、高校生の時になんか調べ物をしていっぱいで、いろんな人に発表しないといけない時があったんですけど、なんか一人でね、あの調べ物をして一人でまとめて一人で発表するんですけど、なんかそれを高校を3年生の時にやったんですけど、高校3年生の時にやって、でなんか高校2年生とか高校1年生の人が来るっていうね、もうねすごいね、なんてこったな空間があったんですよ。もうで、私のクラス1学年160人いたんですけど、もう大勢の高校学年が下の子たちが来るっていうねのがすごいあって、で私もう自分で何言ってるか分かんなくなって、なんか本当にね、もうトラウマみたいな出来事があるんですよ。いや、そう、下級生うわーってだってそんなにその話したことない人たちが、そうだって下級生ってあんまりそう人数も多かったから、もう話したことない子がたくさんいて、すごいね。もう発表についてはちょっとうーって思いでしかない。部活？あ、そう、私部活がね、そんななんか、そう、大勢の部活じゃなかったので。何の発表したの？え、何の発表したかもう覚えてない。何だったっけな。記憶から消してる。なんかあれだったかな、地域医療についてみたいなだったかな、確か。うん、なんか在宅医療についてだったかな、訪問看護みたいなのについていっぱい調べて発表したみたいな。え、そうだそうだ、そうそうそう、真面目。え、私あの根は真面目なんですよ。関心なかった？いやいや、関心はあったよ。そう、忘れてた。だってもう何年前？ 6 年前のことだ。なんか結構多分医療系はすごい好きだったんですよね。アイドルじゃなかったり、両系の仕事してたのかな？いや、しませんね。やっぱり。ねえ。大変ですよ。なんかすごい、すごく大変なお仕事だなって思うし、人の命を預かるお仕事ですからね。私みたいな、こんな、
こんな人間がってちょっとね思いますし、まあ、興味があるっていうその範囲で留めておきたかったんですよね。仕事にしちゃうとなんか、まあ、どんな仕事も責任あると思うんですけど、まあその責任はちょっと重いだろうなみたいなのを考えたりましたし、マジでありがとう。癒されそう私いやいやいや、ありがとうございます。あとなんか心が弱すぎてなんかいろんな現場を見れないって思いました。自分は心がねもうすぐにこうなっちゃう人なんで、いろんなものに影響を受けて。ここはうちありがとう。なんかいろんなものに刺激を受けやすいんですよね。だからね、そう、でもすごいかっこいいよね看護師さん。そうだ、今日ちょっと職業の話して思い出したんですけど、今日も職業について聞かれたんですよ。なんかし、お肌についてもうマジで力を入れようって思ってて、スキンケアをめちゃくちゃ頑張ってるんですけど、なんか皮膚科みたいなとこ、まあ、行って、そのもうすごいね、お肌のいろんななんかこうスキンケアについて詳しい、そう行ったんですけど、そこでなんか職業について聞かれたんですよね。でなんか何されてるんですかみたいな言われて、でああまあうん、なんか何系ですかって言われて、うーんまあなんでしょうね、うん、接客とかみたいななんかごまかせるかなと思ったら、接客とかって言って、でたらあーなるほどみたいな、接客うーんあのアパレル関係ですかって言われて、まあそうかもしれませんみたいな、もう私嘘もつけないからさ、まあうーんまあ服着て撮影もするしなと思って、まあそうかもしれませんねって言って、でなるほどみたいな感じで終わりました。ちょっとごまかしきれなかったんですけど、難しいですね本当に、職業が一番まあ、なんか嘘はつけないんですよあんまり、だからどうやって答えようかなって、これ以上そう聞かれてたらちょっともうボロが出てましたセーターティーのデザイン、ちょっとセーターティーのねデザインね今ね考えてるんですよ。どうしようかな、ワンちゃん乗せようかなって思ってるんですけどね、ちょっとワンちゃんの、写真かわいいのがなんかブレてなくて、漏れてるワンちゃんの写真があればのしたいですね。海賊に？お父さん？ねえ、思い出した。なんか既読無視の話さしたじゃんか前半で。
さあ、私今お父さんに既読無視されててさ、珍しいの、お父さんが既読無視してくる。なんかだってお父さん私にね LINE でスタンプ返してもさらに追いスタンプで返してくるタイプの人なんですよ。なのにもかかわらず私を今最後の LINE 既読無視しててめっちゃ気にしてるんですよ。何え、私お父さんに既読無視されてるんだけどと思って、何かあったか？なんもないと思う。忘れてるんじゃないかな。ありがとうございます。あとさ、私に用事がある時でもさ、一回さ、お母さんを挟むんだよね。だからさ、何考えてるのか分かりませんね。お父さんあるある、海賊心分かってない。ひー、言いづらいんだ。そうなの。ありがとう。わかるわ、お父さんって。お父さん。おいー、こう言ってハート、ありがとう。そう、なんか荷物送ってくれるんですよ、よく。母親を通して言う。でもなんかいつも怒られてるよ、お母さんに。そんなん前に聞きなさいみたいな。私に聞くんじゃなくて前に言いなさいって。前に直接言えばいいじゃんって。正論。ありがとうございます。来てありがとう。で、お母さんからはね、今日はね、まいちゃんショールームでいっぱい歌を歌いなさいって言われた。なんかいっぱい歌を歌ってって、リクエストしたいのって。ね、お母さんは多分聞きたい人なんだと思う。お母さんかわいい？お母さん、お母さん結構おっとりしたよね。あとお母さんも返答が遅い。多分私と一緒。そう、お母さんがいてこの娘がいるって感じ。似てる。で、お姉ちゃんは性格がちょっと違うから、お姉ちゃんはめっちゃ早いの、返答とかも。だから家族で会話したらもう何話してるか全然わかんない。お姉ちゃんが一人で話してるみたいな。ワンテンポ遅れて私とお母さんが話すみたいな。で、お父さんは話さんみたいな感じ。
お父さんはね、なんかみんなでいるときは話さないんですよね。お姉ちゃんサバサバしとるかな。でもネチネチはしてないかな。サバサバって言われたらわかりませんけどね。まあサバサバよりかな。だから57分じゃあこれが今日ありますからね。57。うんうん、ありがとう。心拍知りたがりだな、みんな。私の心臓の音を。待って。何回かな、まだ計測中です。あ、109だ。嬉しい。イエーイ渋谷。109でした。渋谷のギャルってことで。イエーイ、あげあげイエーイ。ちょっとじゃあ、で、58分、壇上呼びます。イズミンさん、ピロミンさん、お、ミンミンしてる。きなめこさん、サムさん、太郎くんさん、ゆずきちさん、くまねパパさん、東京のスワンさん、もとまちさん、こうさん、あさかさん、ふくちゃんまるさん、パフィンさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみ。59分、ツインテール、ありがとう。ツインテールの日でした。でででーん。おやすみー。また明日。明日は節分。明日は土曜日です。マリナさんの誕生日。おやすみー。